アニメに登場する地獄にちなんで私たちからもですね無茶ぶり地獄を皆さんにお二人に届けたいと思いますなんでここで地獄味わわされなきゃいけないんって地獄はこちらですご用意いたしました、はい、地味も大喜利でーすほんに地獄じゃい <laughs> <laughs> にこう。地味すぎる人間界地獄化計画、はい、地獄さんは何をした給付金詐欺 給付金詐欺大きな拍手をありがとう。いきなりなかなかジジも捉えていましたよ、まさにはい、はいガンさん、お願いしますはいあごめんなさい、えっとこちらの機械を言いますね、失礼いたします地味すぎる人間界地獄化計画、地獄さんは何をしたどこからでも切れますが、切れない そこ,こから、ああ、ありますね。袋ありますよね。すみ,すみません。頑張ります。地味すぎる人間界地獄化計画。地獄さんは何をした。はい、えっと、いつも。むつねえに。靴を揃えてと言われる地獄さん。実際、むつねえが靴を。から揃えなかった。その時に。靴を左右逆に片付けた。<laughs> 靴を左右逆に片付けた。 可愛らしいですね。ありがとうございます。<laughs> もう思いつかないです。<ー>地味すぎる人間界地獄化計画。地獄さんは何をした？えーっと、サティワンのポッピングシャワーの弾けるやつ全部通る。あ <laughs> 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 れは地獄大やつね。そういう感じとか。地味すぎる人間界地獄化計画。地獄さんは何をした？ギガヘラシ。ギガヘラシ。すみません。すまなかった。ああ怖いよ。<laughs> はい、続いて。二、ねはい、問目。二問目。二問目。ま、はい、りたいと思います。はい。はい、見た目がシンプルなお餅に見つかった個性とは。でデン低糖質。低糖質。糖質 <laughs> あ、意外にヘルシーお餅なのに。ね、お餅だけどね。ありがとうございます。見た目がシンプルなお餅に見つかった個性とは。パンクが好き。 パンクが好き <laughs> 実は、休日はパンク <laughs> <laughs> いいですね、かわいい <laughs> 絵ありがとうございます <laughs> はい、どうでしょうか <はい S 1> 見た目がシンプルなお餅に見つかった個性とは <laughs> 何にでも合う<ぁ>何にでも合うむず, <laughs> むずいなこれ <laughs> 続いてのお題に行きましょうかはい、三問目はこちらです、はい ちみもたちがいつもと何か違う、どう違う。きれが悪い。きれが悪い。きれ <laughs> が悪い。あのきれのいい。<laughs> チミモたちみも。きれがわか,分かんないですよね。ちみもたちがいつもと何か違う。どう違う。ちみもの角が。 コーンになってる <laughs> かわいいかわいいえありがとうございます癒されますねちみモたちがいつもと何か違うどう違うででん明らかに中の人がいるあ,<ー> <laughs> あ怖い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 ですねこれはちょっとちみモたちがいつもと何か違うどう違うでん生臭い。<laughs> 嫌ですねチミモたちくたかたら嫌ですよねでは行きましょうチミモたちがいつもと何か違うどう違う触ったらわかるチミモがカチコチになっているチミモがカチコチになっているチミモたちがいつもと何か違うどう違う触るとベトつくいやいやいや。だ ちびもがあの可愛いちびもが<し>、はい、最後はこちらです、はい、今日は葉月が地獄さんに優しい何があったでんやばい宗教に入った<いや> <laughs> 今日は葉月が地獄さんに優しい何があった今朝の占いで 人に優しくすると金運アップと言われた <laughs> ありそうですねさすがお姉ちゃんわかってますね <laughs> 地獄さん人ではないかもしれない。<laughs> <え>今日は葉月が地獄さんに優しい何があった恋しちゃった恋しちゃった <laughs> いや相手は誰でしょうか今日は葉月が地獄さんに優しい何があったデン昨夜彼ピッピとチューしちゃった <laughs> <laughs> なんか、あずきそんなこと。<laughs> <laughs> ちょっとキャラクターが崩壊してますか、ね、<laughs> おかけど、ね。ね、カルピピって。はい、えっ、ー、とー、私にとっては、本当に初めての。テレビアニメの声優出演ということで。もう本当にドキドキしながら。いかに、こう、皆様に素敵な作品を届けられるかなっていうのを考えながら。たくさん頑張りました。えっ、ー、とー。やっぱり、これはすごく癒される。 アニメだと思いますので、もうたくさん今日は頑張ったよ疲れたよって時にこそぜひこのチミも見ていっぱい癒されて明日からも頑張ろうと思っていただけたらすごく私たち声優陣もとても嬉しく思いますので、えっとぜひチミもたくさんたくさん愛してください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 では地獄さん役の部様よろししくお願いします、はい、なかなか地獄さんって言われて紹介されるのもあれなんですがあ、まあ、その通りなんですけどもあのとても楽しく、えー、現場では、はい、収録を行いましたなのでその楽しい雰囲気が、えー、この作品の方にもうまいこと乗っかって皆さんにお届けできたらいいなと思っております。 まあ人間界地獄化計画ということで地獄さん地獄からやってきておりますけれどもでもまあどこかこうやっぱりこう憎めないようなキャラクターだったりとかしてまあ三姉妹と地獄さんとのですねドタバとコメディでございますのでまあこうせちがらい世の中ではございますがなんか心のねちょっとしたこう緩めるような癒しみたいなものになったらいいなと思いますしえあの何はともあれえあの放送 えー、ありますんでぜひとも全部見ていただけると結構いい話だと思いますのでえどうぞよろしくお願いいたします今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたトークイベント以上で終了となります